ラシダリー・ジョーンズはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親はミュージシャンのクインシー・ジョーンズ。母親は女優のペギー・リプトン。姉のキダダ・ジョーンズは女優でウォルト・ディズニー社のデザイナー。父方からアフリカ系アメリカ人とウェールズ系の母方からリトアニア及びロシア系ユダヤ人の血を引く。中学高校は ロサンゼルス郡北部のサンフェルナンドバレーにある進む学校バックレースクールに通い学校から全国優等生番付に推薦され同級生から最も出世しそうな同級生に選ばれている在学中に演劇指導をティム・ヒルマンに受けた14歳の時に両親が離婚すると姉は父のもとへラシダは母と家を出てサンタモニカのブレントウッドへ移った ハーバード大学に進むと、学生寮、キャリアハウスとエリオットハウスで暮らした。ジョーンズは、大学入学当時は、放送会を目指していたものの、オージェシンプソン事件の裁判に失望し、専攻を、比較宗教学と哲学に変えた権威がある。クラブ活動は、学内の劇場、アメリカンレパートリーシアターで活動する、ハーバード・ラドクリフ演劇クラブと、ギルバート。 サリバンプレイヤーズで演劇の稽古をしており、脚本作りを学んだ文芸クラブ、シグネットソサイティで、監査役を務め、ヘイスティプディングシアトリカルズでは、年間女性賞実行委員会に加わった後、アカペラグループの、ハーバード・ラドクリフ・オポチューンズの音楽監督でもあった、ことから、卒業の前年の149回ヘイスティーズ、定期公演で、共同音楽監督の任務を果たしている。 ジョーンズは幼い頃から自分のルックスが黒人らしくないことに悩んでおり、大学2年の時に芝居で黒人役を演じた時は癒されたという。学業と演劇、作曲の傍ら、後年のフィランソロピストの基礎となる社会活動にも関心を持ち、黒人学生連盟や少数民族学生同盟で活躍し、プリズムに加わり、学生編集長として学法、 ザ・ハーバード・クリームゾンの取材と執筆や編集にも当たっている。1997年にハーバード大学を卒業、同じ年に俳優としてデビューを果たすことになる。1997年にテレビミニシリーズザラストダンで女優デビュー。2000年放送のテレビシリーズボストンパブリックの女性秘書ルイーザ・フェン役で注目を集め、2002年まで26話に 出演 CNAACP イメージアワードのテレビ、助演女優賞にノミネートされた。テレビシリーズや映画に出演している。ミュージシャンやモデルとしても活躍している。過去には、俳優のトビー・マグワイア、セス・マイヤーズ、ジョン・クラシンスキーとの交際や、音楽プロデューサーのマーク・ロンソンと婚約したこともある。2018年には恋人であるミュージシャンのエズラ。 クーニングとの間に第一子となる男児を授かった。女優のジェシカールは、クレア・デーンズ、ナタリー・ポートマン、俳優のレオナルド・ディカプリオと親しい間柄。また、ニコール・リッチーや、ファッションデザイナーのステラ・マッカートニーとは家族ぐるみの付き合いである。ありがとうございます。